こんにちは。ネックス工業へようこそ。現在、世界では脱炭素の達成が重要な課題になっています。石油、石炭などを使用する火力発電を続けると燃料が枯渇してしまうとともに、温室効果ガスも排出します。一方で、太陽光、風力発電、水力発電、バイオマス発電などは永続的に燃料を確保できます。脱炭素は環境に優しい再生可能エネルギーへのシフトが重要だとされています。ですが、根本の電力需給を支えていたのは石油、石炭などを使用する火力発電です。再生可能エネルギーへのシフトは火力発電の電力需給量をカバーできるほどの発電量が確保できないことが大きな問題になっています。そして、ウクライナ侵攻による天然ガス、石油などのエネルギー価格の高騰もあり、今欧州では再び石炭火力発電が注目されています。そこで今回はドイツが手のひら返し、脱ロシアで石炭火力が復活、日本の逆襲という内容でフォーカスしていきます。石炭火力発電は世界中から批判されることがありました。その批判はもちろん日本にも向けられました。日本はスペイン、マドリードで開かれた気候変動枠組条約第25回締約国会議 COP25 の会場で、世界の環境団体で作る気候行動ネットワークから地球温暖化対策に後ろ向きな姿勢を示した国に贈られる化石賞を2度受賞したほどです。アメリカ、ニューヨークの国連本部の気候変動問題に関する会合において、国連のグテレス事務総長が石炭中毒という言葉を使って石炭火力発電への依存を批判したこともあります。この発言には日本も含まれていたとされています。一方、ドイツは先進国で唯一脱石炭法案を可決しました。2022年末までの脱原発政策も進み、石炭火力の段階的廃止完了時期を2038年から2030年に前倒しする計画を発表しています。ドイツ政府は2050年までに電力の 80% を再生可能エネルギーで賄うとの政策を掲げています。世界各国では、イタリア2025年までに全廃、ギリシャ2028年までに全廃、オランダ2030年までに全廃という方針を打ち出しています。この内容に日本政府関係者からは、脱石炭火力の方針を打ち出せば環境先進国なのか、国の事情を反映していないとの恨み節も漏れたそうです。そして欧州企業は洋上風力、太陽光などの再生エネルギーを展開するメーカーが多く、コスト競争力で優位に立てることから、 EU が石炭火力のネガティブキャンペーンを張り、域内の再生エネルギー会社の国際展開を実質助けているという日本の電力会社の見方があるのも事実です。脱石炭を掲げる世界から少し遅れている日本政府は、分かっていても化石燃料を使うことに対する絶対的な非難がある。だが2030年に50年にどうしましょうかと議論をしている中で、高い目標を掲げればそれでいいということではないと、2021年10月で任期を終えた梶山宏元経済産業大臣が発言しています。日本は一足飛びに石炭火力をゼロにするという理想論を掲げず、現実的な一歩を踏み出そうとしています。どのような政策で環境先進国へ仲間入りするのか、西村康稔経済産業大臣に期待したいですね。脱炭素に関して日本は消極的だと批判してきた欧州が現在ピンチです。ウクライナ侵攻によるエネルギー問題です。ロシアは EU 各国の需要化に対して、ロシア最大の天然ガス国営企業であるガスプロムの金融子会社ガスプロムバンクに口座を開設し、ルーブル建てで決済するよう求めました。欧州はこの条件に反発しました。その結果、ロシアはブルガリアとポーランドへの天然ガスの供給を停止しました。続いてロシアはオランダとデンマークに対しても同様の措置を取りました。一方で、ロシア産の天然ガスへの依存度が高いドイツとイタリアのエネルギー企業はガスプロムバンクに口座を開設し、ロシア産天然ガスの輸入を続けました。しかし状況が変わり、
ガスプロムはドイツに対してもガスの供給を削減するようになりました。バルト海経由でロシアからドイツに天然ガスを輸送するガスパイプライン、ノルドストリーム1の供給を 60% 削減しています。この対抗措置ともいえる状況に、ドイツ国内はパニック状態です。ドイツ最大のロシア産天然ガス輸入業者であるウニパーも、ロシアからの供給が契約量より 25% 減少していると発表しています。このように、ロシアからの天然ガスの供給が大幅に減り、ドイツでは電気・ガスの値上げが止まらない状況です。料金はわずか2ヶ月で2倍に上昇。そして、2030年に石炭火力廃止を掲げていたショルツ政権は政策を転換し、安い石炭火力に頼らざるを得ない状況になりました。独立行政法人日本貿易振興機構は、ドイツの活炭・石炭火力による発電量は 17.2% 増の826億キロワットアワーと大きく増加し、全体の 31.4% を占め、引き続き最も重要な電源となっているとしています。そして天然ガスによる発電量の構成比は 10.0%、 同 19.3 ポイント減と大きく減少した。原因としては天然ガス価格の高騰や業界の製造縮小停止、発電における天然ガスの代替となる活炭石炭の利用増加が考えられるとコメントしています。石炭は他の化石燃料に比べて不存地域、天然資源が理論上は存在していると算定されている地域が欧州、ユーラシア、北米、アジア太陽州など地理的にバランスよく分散しており、供給の安定性が高いということが挙げられます。供給安定性が高いということは需要と供給が均一なため価格帯はある程度一定であるということです。石油や天然ガスと比べて地域による偏在が少なく、地政学的リスクの高い中東に依存する必要がないことも挙げられます。このように石炭火力を増設、稼働数を増やすメリットはあるのですが、欧州各国は2035年までにロシア産化石燃料から脱却するための行動計画リパワー EU の政策文書を公開していることと、ドイツの場合原発を継続しないで石炭火力を強化するという脱炭素化の観点からすれば矛盾した行為となります。そして日本のエネルギー事情も脱炭素化と脱ロシア化の両立を図るヨーロッパの状況と似ているところもあります。厳しいエネルギー事情を考慮すれば日本もあらゆる手段を模索し全力で打開してほしいものです。広島県に本社を置く中国電力と J パワーの共同出資企業である大崎クールジェンは、石炭ガス化燃料電池複合発電 IGFC の実証実験が最終段階だと発表しています。この実証実験は3段階で構成されており、第1段階は石炭ガス化燃料電池複合発電の基盤技術である酸素武器石炭ガス化複合発電酸素武器 IGCC の実証試験設備により、性能、発電効率、環境性能、運用性、経済性及び信頼性にかかる実証を行います。第2段階は、第1段階で実証した酸素武器石炭ガス化複合発電に CO2 分離、回収設備を追設し、酸素武器石炭ガス化複合発電から排出する CO2 の分離、回収にかかる実証を行います。最終段階では、発電効率を高めるため、600キロワット級の燃料電池2基を組み合わせ、水素ガスでタービンを回すだけでなく、燃料電池を使った発電も行います。500メガワット級商用機に適用した場合に CO2 回収率 90% の条件で、送電端効率 47% 程度、高位発熱量基準の数値が確保できるとされています。世界中の脱炭素に必要な CO2 の分離、回収を行い、発電効率が 47% 程度となれば、現状の政策方針で石炭に頼らざるを得ない欧州各国にとって魅力的な技術になります。技術立国日本の技術を世界へ発信して、外国から多くの注文をもらいたいですね。皆さんは、ドイツが手のひら返し、脱ロシアで石炭火力が復活
日本の逆襲についてどう思いましたか？今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。